日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷足高足高は、倉敷市倉敷にある地域である。現在の足高小学校区にあたる。倉敷市立足高小学校区と、ほぼ一致するエリアであるが、旧、久保屋郡足高村とは異なる範囲である。現在の足高は、かつて、足高村であった部分が多いものの、足高村より狭いエリアで、また当時は、 隣接地域だったエリアも一部含んでいる。該当する大技は、笹置、吉岡、堀南、浦田である。大ね旧大高村を学区とする、大高小学校区である大高の一部であったが、人口増加のため新たに足高小学校が新設され、大高南東にあたる、当地域が分離された。もともと一帯は、倉敷市中心市街地南東の農業地帯であったが、 国道2号線バイパスや倉敷市道古城地線をはじめとする道路網が整備されたため、郊外型の商業地、住宅地として開発がなされ、人口、店舗、企業、交通量等が大幅に増加し、大きく変貌した。なお、浦田地区は備前国となるため、東エリアは備中、備前両国にまたがっている。古来、東エリアは、日々の穴海と呼ばれる海域であった。 現在、足鉱山と呼ばれ東エリアの象徴ともなっている丘は、小竹島、沖津島、足、高島など呼ばれる島であった。そして、東エリア南にある種松山のある、丘陵地は、備前国小島の北西部であった。その後、長年の高橋川の土砂の流入などによって徐々に、干潮時は、日が高化するようになり、現那5年に、小竹島の北側を干拓し始め神殿を開発。 後に南側も干拓を行い、官営六年に完成した。近世では、小島と吉岡の間には東西に塩入川があり、かつての富士都海峡の名残を残し、備前、備中の国境となっていた。近代までに、道川は、縮小、洋水路化し、吉岡川となった。近代になると、笹置村、吉岡村は、隣接地区ともに、久保屋郡、足高村、 堀南は同じく、大市村、浦田は、小島郡福田村となる。足高村、大市村が合併して、筑母郡大、高村、浦田は、福田町となり、後両者とも、旧倉敷市を経て、現行の倉敷市となる。倉敷市中心市街地から南方に離れた地域で、元は農業地帯であった。足高山と呼ばれる海抜十三メートルほどの独立丘陵があり、 この丘と足高エリア南部にあたり旧小島の浦田との間は、近世前期まで木々の穴海という海域で、富士と海峡が東西に通じていた。足高山北川は、元那5年に干拓されて、神殿を開発し、道山南川は、寛永6年に開発された。足高山は当時小竹島という当初であったため、 その沖合を観拓した地であることに由来し笹沖に行ったと名付けられた。道山には山上の足高神社に奉仕する神宮寺一山があり、笹沖周辺が開電するまで、東山は久保屋郡白落志村の飛び地になっていた。漢文12年、笹沖神殿は鴨方藩の立藩と共に道藩主池田市の所領となり、笹沖村。 明治になると、同22年6月1日に、久保屋郡白楽村ほか3村と合併、足高村を新設する。同34年4月1日、足高、大志良村が合併し、大高村を新設。昭和になると、旧倉敷市を経て、新倉敷市となり、現在に至っている。足高山の東に、大田山という小丘があり、タヌキの巣穴が多いという逸話が残る。 また、笹沖では、江戸時代から続く伝統工芸品である、ハリコトラが特産となっている。現在、足高山すぐ北側を東西に、国道2号線バイパスが貫通しており、そのため笹沖を北部と中南部に分断されたような形となり、山社は大高、校車は東足高の地域に分かれている。倉敷市倉敷地域の南部に位置する地区で、足高地区の南部でもある。 地区南端を東西に流れる吉岡川は、備中備前国境で、川南は備前国となる。富士と海峡が、干拓と東高橋川の作るデルタ地帯の発達により、狭められ、近世じめに小竹島南方の吉原を開墾して神殿が徐々に開発された。それと、ほぼ同時期に岡山藩が開墾を行い、 寛永6年に県知により556国にと一緒と定められ、久保屋郡吉岡村として成立した。漢文12年には、岡山藩士藩の岡山神殿藩の領有となる。小島との間には、藤戸海峡の名残の潮同士川が残っていたが、遠方年間に福井村から浦田村の黒山山六まで堤防が築かれ、現在の吉岡川ができた。 明治期になると足高村となり、大高村を経て、倉敷町となり、旧倉敷市となり、後に新倉敷市となって、現在に至る。現在、地区中央を南北に、倉敷市道駅前古城地霞橋線が通り、さらに北部を東西に、岡山県道273号線が通過している。笹沖堀南とともにロードサイド店舗が、幹線道路沿いに立ち並び、 かつての米などの栽培が盛んだった農地は、住宅地に変わり、人口や交通量が激増した。足鉱山の西部に南北に長く広がる地区である。寛永6年に開墾され、北部を久保屋郡堀川村とし、南部を堀川南部という意味で同郡堀井南村と呼び、倉敷支配所の一部となった。その後、両村を合わせて同郡を気に入った村とした。 明治になり、沖村に編入し、大市村、大高村を経て、倉敷市となると当地区は、堀南として分割された。現在、地区北端部を東西に、国道2号線岡山バイパス、北東から南西へ斜めに、岡山県道274号線旧道、地区西端部を南北に、岡山県道274号線新道、地区南部を東西に、 岡山県道2732号、南端部の浦田との境目を東西に、岡山県道275号線がそれぞれ通過している。これら大型幹線道路が通っているため、ロードサイド店舗が多く立地、住宅地も増加した。足高エリア南部、吉岡川の南側で、種松山の北陸にあたる東西に長い地域である。元々は、 小島という当初の北西にあたる小島郡浦田村であった。山を境に南北に集落があり、上浦殿、下浦殿と呼ばれ、当地は上浦殿にあたる。江戸時代は天城漁と天領の愛宮地であった。明治期に周辺村と合併し、同郡福田町浦田となる。しかし、昭和5年8月に福田町浦田のうち、 吉岡川南岸にあたる地域のみを分割し、倉敷市に編入した。その後、東足高エリアの一部となる。古くは、富士都海峡の西側にあたり、当地にある黒山には、豪族、塩寿司が城を築いた。岡山県道22号線、岡山県道274号線とを結ぶ形で、岡山県道275号線が当地を東西に貫いている。 史跡として、平安時代末期の富士との戦いの際に敗走した兵士のこと捨ての矢部の伝承地がある。平成24年9月末現在。全域が、倉敷郵便局管区。笹沖堀南の国道2号線北以外は、倉敷市立足高小学校、国道2号線以北は、倉敷市立大高小学校となる。笹沖 堀南の国道2号線以北以外は倉敷市立新田中学校となる。国道2号線以北は倉敷市立南中学校となる。国道2号線以北の地区は大高のページを参照。中学校は倉敷市立新田中学校となる。ありがとうございます。